しいただきました。まずはじめに谷口博之さんです。
今一番獲得したい選手は川崎フロンターレの14番選手です。ありがとうございました。谷口さん、ありがとうございました。新天地でも頑張ってください。続いて黒津勝さんをご紹介します。当時 J2 リーグで苦戦していたフロンターレを自ら選んでくれる有力選手などは存在せず、無名ながら大きな可能性を感じる選手たちを獲得していた時代、そんなクラブを選んできてくれた高卒ルーキーの成長をみんなで見守り、轟きで大きな声援で迎えられた2年目に訪れたデビュー戦、出場後のファーストタッチでゴールを決めるという衝撃の出来事は今でも語り草です。まさにクラブが右肩上がりで成長する過程を共に歩んだ12年間のフロンターレでの生活、爆発的なスピードから黒津ロケットと呼ばれ、ジュニーニョと黒のスピードに合わせた一撃必殺のパスをいかに出すか、堅固を J 有数のパサーに育てたと言っても過言ではありません。オールドファンを喜ばせたスクールコーチ就任のお知らせ、あの黒が久しぶりにフロンターレに帰ってきています。それでは黒津さん、皆様にご挨拶をお願いします。こんにちは。ただいまと言っていいでしょうか。昨年、現役を引退しました。19年プロでやらせてもらって、その半数以上、12年、この川崎で自分は育ててもらいました。本当に自分がいるのは本当に人のおかげだと思ってます。人に恵まれてここまでやってこれました。サポーターはもちろん、一緒に戦った選手、スタッフ、それとフロントの皆様も全て、僕の財産です。今後も自分らしく、今胸に、フロンターレのエンブレムをつけてます。チームが、大きくなるように、そして強くなるように、魅力ですけども、もうしっかり、仕事をして、違う立場ですけども、チームのために、全力を尽くしたいと思います。19年間、そしてフロンターレでは12年間、本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからはフロンターレアカデミーをどうぞよろしくお願いいたします。最後に井川雄介さんをご紹介します。厳しいプロサッカーの世界、個性豊かなキャラだけでその地位が安泰であるわけがないのは言うまでもありませんが、ガンバのアカデミーで育ち、トップチーム昇格を勝ち取った実力を兼ね備え、移籍加入後291試合も我がフロンターレで出場、日本代表に選出された経歴を持ちながら、川崎フロンターレのクラブの歴史で記録よりも記憶に残る選手といえばこの人。オフに少し体が大きくなったことを逆手に取り、ブログを開設しダイエットに励んだり、ファン間では渾身のオタ芸を披露したり、新体制発表会見では井川明子と名乗り、生オーケストラをバックに熱唱したり、髪型も個性的で謎の長髪をたなびかせている時もあ
ありました。そのすべてはサポーターの皆さんを楽しませたい、ただただそれを強く思い、まさにフロンターレらしさを体現する選手でした。それでは井川さん、皆様へご挨拶をお願いします。皆様こんにちは。そしてご無沙汰しております。僕は2001年からプロのキャリアを始めて、いろいろなチームを渡り歩きました。そして2006年川崎フロンターレと出会いました。その時もまた僕はどこかで、渡り歩くのかなと思ってましたが、気づけば17年まで12年間川崎フロンターレの日本をまとい、轟きでプレーさせていただきました。2006年加入した時に一番記憶に残っていることがあります。それはまだプレハブだった頃のクラブハウスで新加入選手として挨拶した時、選手の前で僕はこう言いました。轟きでサポーターを沸かしますけど、クラブハウスでは選手も沸かしますと、沸かしますと言いました。そしたらその時の反応がシーン、誰も薬でもしませんでした。その時僕はすごいところに来てしまったと思ってましたが、気づけば12年間挫折させていただきました。これも本当に川崎フロンターレのクラブスタッフの皆様、そしてサポーターの皆様が愛してくれたからこそだと思います。僕には川崎の血、水色の血が今でも流れています。今活動の拠点を香港に置いていますが、夢は香港と日本の架け橋になることです。ここで気づいた経験を香港で還元できるように頑張っていきます。これからも一人間の井川雄介として後押ししてください。これからもよろしくお願いします。そして最後にもう一度だけちょっと言わせてください。本当にすいません、今僕17ライバーとしての活動をしております。ライブ配信をしますので、そちらの方もよろしくお願いします。ありがとうございました。井川さん、ありがとうございました。海外での新たな挑戦頑張ってください。そして皆様、新たな